始めます。皆さんがよく知っているはずのコーヒーにまだ知られていない新しい美味しさが隠されているとしたら、その美味しさを知ってみたいって思いますよね。新しい美味しさを引き出すためにバリスタは抽出の原理を理解し、もっと自由に抽出をコントロールする必要があります。これはとても大切なことなんです。それをお伝えするために今日はパナマ、デボラゲイシャ、ウォッシュドカーボニックマセレーション、ロットネーム、イルミネーションを使用します。はじめにシグニチャー用のエスプレッソを抽出してまいりますので、お手元の資料1ページ目をめくっていただき、上のページをご覧になって少々お待ちください。お待たせしております。今回僕は抽出後のケーキに着目することで、このコーヒーを新しい美味しさに連れていくことができました。抽出後のケーキを取り出し、上層部、中層部、下層部の3つに分けて、それぞれに 100g のお湯を注ぎ、3分間抽出したサンプルコーヒーを作りました。そしてそのサンプルコーヒーを味覚センサーにかけることで、どのような成分が溶け出した液体に出てきているかを検証しました。資料の右上のグラフは成分の残量を示すグラフです。上層部はマシンから出てきたばかりの新鮮な水によって抽出されているため、抽出効率が高く、グラフの面積はとても小さくなっています。そして中層部になると成分の残量が多くなり始めています。最後に下層部のデータをご覧ください。この部分だけはグラフの面積がとても大きく、その中でも酸味成分とコクの成分、この2つが十分に抽出されていないことが分かったんです。なので今回はこの2つを引き出すためのアプローチを考えました。お手元の資料、下のページをご覧ください。今回僕は下層部の粉のみ50度まで粉を温めてから抽出します。酸味成分はコーヒーのキャラクターを感じさせてくれる成分です。コクの成分はコーヒーのボディに影響の強い成分です。この2つを引き出すために、今回はこのように90度をキープしているお湯の中に下層部の粉のみ30秒間沈ませて粉を温めています。失礼します。シグニチャーのエスプレッソはこのように加水なしで冷やしておきます。後ほど詳しく説明します。下層部の粉を温めにあたってグラインドして表面積を増やしてから温め始めることで、粉の温度を均一に50度まで上げることができています。この方法で抽出をコントロールすることで、資料の右下のグラフのように上部と中部の抽出状態に下層部の抽出状態をわずかに近づけることができました。数値上でのこのわずかな変化がエスプレッソのテイストには大きな変化となり、ウォッシュドのこのコーヒーにナチュラルを思わせるような重厚な甘さをエスプレッソで表現することができるんです。まずはそれをダイレクトに感じていただきたいので、エスプレッソからご提供します。
エスプレッソで感じていただけるテイストバランスは、ミディアムハイアシリティ、ミディアムハイスイートです。ミディアムロービターネスです。フレーバーはダークチェリー、マンダリンオレンジ、アールグレイを感じていただけます。タクタイルはミディアムハイウェイト、スムーステクスチャー、ロングスイートフィニッシュです。今日はすべてのショットを同じ抽出量、同じ粉量で抽出しています。粉量は 21g、 液量は 33g です。温めた粉を 6g と、通常の温度の粉を 15g です。使用後のスプーンは、元のグラスにお戻しください。どうぞお楽しみください。エスプレッソはいかがでしたでしょうか。抽出方法をコントロールすることで、このコーヒーのまだ気づけていなかった新しい美味しさを引き出すことができました。しかしここでゴールではありません。このエスプレッソのこの重厚な甘さをミルクビバレッジではさらに次の美味しさに変えていくことができるんです。そのために今回僕が行ったのは、凍結還元したミルクと通常のミルクのブレンドです。ではなぜこのブレンドを行うことになったのか、その経緯についてお話しします。お手元の資料、次のページをめくっていただき、上のページをご覧ください。凍結還元を行うと、初めに溶け出すのは糖分の主成分であるガラクトースと、塩分の主成分であるナトリウムです。しかし凍結還元 30% のミルクだけを飲むと、甘さ以上に溶け出したナトリウムが影響して辛さが目立っていました。なので今回は凍結還元したミルクに通常のミルクをブレンドすることで、辛さを包み込み甘さだけが強調したミルクを作ることができたんです。しかしこのミルクをブレンドするにあたって、そのブレンドを行うそもそもの素材を選ぶことも重要でした。今回はイルミネーションの甘さをさらに発展させるために、あまり牛乳の風味が強くない、味わいがクリーンで甘いミルクを探しました。そしてさまざまなミルクを検証した中でも、最もクリーンで甘い低温殺菌のミルクを選び、今回のブレンドに使用しています。このオリジナルのミルクをワンショットに対して 100g 加えます。そうすることで感じていただけるフレーバーは、生キャラメル、マンゴー、バナナ、
アフターにほのかにミルクチョコレートの甘さを感じていただけます。それでは2杯ずつお作りします。あとの2名様もう少々お待ちください。どうぞ。お待たせしました。どうぞ。お待たせしました。もう少々お待ちください。このように甘さを強調したミルクを通常のコーヒーに合わせるとミルクが勝ってしまいます。しかしこのように風味特性の豊かなイルミネーションの場合は逆に強い相乗効果を起こせるんです。ではなぜイルミネーションはここまで風味特性が豊かなのでしょうか。皆様お手元の資料の下のページをご覧ください。ここでイルミネーションについてのお話を少しさせてください。このコーヒーはチェリーの収穫後ウォッシュドの状態でステンレスタンクに入れます。そして二酸化炭素をタンクに注入し酸素を追い出し嫌気発酵させています。タンクの内部は温度と湿度が管理され酵母菌の発酵をコントロールしています。その後2週間屋根付きのアフリカンベッドで乾燥させますが、その期間中は常に攪拌を繰り返し均一な乾燥を徹底しているんです。この工程のすべてがこのコーヒーの風味特性につながり、このミルクビバレッジの美味しさにつながっていってるんです。どうぞお楽しみください。よろしいでしょうか。続いてシグニチャービバレッジです。最後のページをめくっていただき、シグニチャービバレッジのページをご覧ください。抽出をもっと自由にコントロールすることでコーヒーの世界を広げたい。そのためにこのシグニチャードリンクでは4つのポイントをコントロールしていきます。まず1つ目のコントロールは酸とボディです。つまりこれは先ほどのエスプレッソの取り組みそのものなんです。そして次に質感と甘さのコントロール、そのために選んだのがコールドブリューです。コールドブリューは比較的水の影響を長時間受けるため、今回はマグネシウムの多い水を選ぶことでこのコーヒーのエスプレッソでは引き出せなかったマスカットの甘さを引き出し、ともに柔らかな口当たりを作っていきます。そして3つ目、アロマのコントロールです。テロワール由来のジャスミンのアロマとカーボニックマセレーション由来のカルダモンのアロマをこのようにブレンドしてパックに入れ、1時間グラスの中に閉じ込めて香りを移しています。最後に4つ目のフレーバーのコントロールです。こちらはネーブルオレンジのシロップです。デボラ農園のどのプロセスのコーヒーにも共通して感じることのできるネーブルオレンジのフレーバー、これをさらに高めていくために今回はこのように砂糖とネーブルオレンジを1対1の割合で24時間漬け込まして作ったシロップ、こちらを加えていきます。コールドブリューは 500g の水に対しコーヒーを 50g、 そして12時間抽出した後に凍結還元 30% の濃縮液に仕上げています。こちらを 34g、 ネーブルオレンジシロップは 13g 加えています。そしてしっかりとステアすることで液体の一体感を高めていきます。感じていただけるフレーバーはマスカット、アールグレイ、マンダリンオレンジを感じていただけます。
僕たちは抽出をもっと自由に考えていいんです。終わります。ご存知の方も多いと思いますけどね、ジャパンラテアートチャンピオンシップのチャンピオンで、この JBC のセミファイナルの舞台も何度目ぐらいですか？3回目になります。3回目、はい、という江藤バリスタです。はい、はい、お疲れ様です。もうあの名門で昔から、JBC のチャンピオンとかジェラックのチャンピオンを輩出し続けている、はい、小川コーヒーのエースと、はい、もうでしょうか。ありがとうございます、はい、やらさせていただいてます。ずいぶん初めて会った時は本当にまだなんていうんですか、そうそうそう、もっとちっちゃいというか、ちっちゃかったっすよね、なんかもうちょっと。いや、身長は変わってない。いや、ちっちゃかったっすね。オーラが弱かった。身長は変わってないんだけど、今よりも弱かったっすね。なんか少年のような、そうそうそう、趣が。前も頑張ってる少年が大会に出てきているというところから、はい、なんか J-LAC でファイナリストになり、はい、チャンピオンになり、JBC でもこうやって何回も舞台に出るっていう、はい、なんかあの江藤くんの成長期を見てる。そうです、毎年大人になっていく感じを。そうなんですよ。ありがとうございます。見させていただきまして。はい。で僕ね、そんな中ね、今日見てて、はい、ここがすごいぞ江藤くん、ポイント、ポイント教えてほしいです、はい、めちゃくちゃルーティーンが綺麗で早かった。綺麗、なんか結構めんどくさいじゃない、正直めっちゃ大変でした。めっちゃ大変だよね、分けてこう入れてなねかんやと、あれやっぱ相当練習しただろうなっていう。分けてやってこうドーシングして置いて、はい、かぶせ、またかぶせて、はい、でカラカラカランやってっていう流れがあれカラカラカランって言うんですね。カラカラカランカラカラカランって言うんですね。あれがあの流れがねすごい早かった。確かに早かったし正確で、よどみなく、多分あれをそう本当に今平子さん言ってるよどみなくね、うん、綺麗にやるのに結構練習しただろうなっていう、あの素振りですね、いっぱい素振りだよね。素振りしますね。いやいや、だからね、でもあそこ綺麗にやるってめっちゃキーポイントですよね。そう、キーポイント、キーポイント、ね、ちょっとだってなんか手順間違えたら間違えて入っちゃうからこれとか、はい、そうですよね。そう、あとこぼれたりするし、いやだからね、1回目ボケっと見てたらすげえ速いなと思って、2回目見てたらめちゃくちゃ動きが正確だし、これは相当練習積んだだろうなっていう感じ。大変でした。さすが、ね、ガスね。でもどうしてもちょっとこのルーティーンがめんどくさいことも承知の上でこの抽出方法をちょっとしたかったので、まあ、それはもうあの別に後悔はないです。なるほど。いや最後のメッセージにもありましたもんね、自由に抽出していいんだっていうのがあそこに現れてるのかなって。現れてる。でなんか、結構そのなんていうのかな、抽出にフォーカスしたね、興味深い話いっぱいしてくれてたと思うんですよ、はい、で僕がちゃんとちょっと後で聞きたいなと思ったんだけど、成分の抽出についてね、上の層と下の層とで、はい、やっぱ全然違うと、はい、だからフレッシュウォーターがかかるところは成分抽出されているんだけど、はい、下はされてない。まあこれぐらいはね、確かに僕でもそうかなって調べてなくても思うんだけど、だから下の粉を温める。そうですね、でもここにたどり着くまでもいろんなことを検証して、これが一番数値もテイストも良くなったということで今回採用したんですけど、まあ、予選も結構似たような内容をやらさせていただいてたんですけど、あの時とはアプローチが変わっていてというか、まあ、改善したというか、まあ、あの時はちょっと味覚センサーにまだ欠けていなかったので、なるほど。あ、じゃあもうよりちょっと科学的なアプローチで、まあ、行こうじゃないかみたいな感じなんですか。そうですね、ちょっと科学的になるつもりもなかったけど、よりこうちょっと説得力みたいなものと、よりこうもっとまだ分からないところを突き詰めようと思った時に、まあ、そういう風になっていったというか、一回調べてみたみたいな、はい、そしたらすごいいっぱい分かったみたいな。やっぱり分からないし、中もやっぱ見えないので、うどうなってるかを。なるほど。いやなんかね、そのかった素早くルーティンをするプラス、まあ、非常にね、うん、まあ、科学的というか、はい、よく調べたお話をされていて、うん、下の粉だけ温めると か、 なんか見たことないような感じの、はい、ことをやっておられたから、はい、まあ、これが、ね、いかに、なるほど、に反映されてしっかりスコアが取れてたかどうかがもう最後のポイントですよね。そうです、もう要するにそこですよね。もうね、要はそこなの で、 要はそこですよね。まあ、そこができてたかどうかっていうところが勝負の分かれ目かなと、はい、やっぱりあの名門からの今エースとしてこの育ってきた結果、はい、やっぱりファイナルにやっぱり行きたいところですよ ね、 ここでね、よろしくお願いします。さらなる成長を見届けたいと思います、はい、ぜひ明日見届けたいと思ってますので、はい、結果をお待ちください。はい、ありがとうございました。第11番目の競技者、江藤翔吾バリスタでした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。